あえちゃんです。昨日は生配信ね、7000人無事に超えられたっていうことで、登録してくれた方、見に来てくれた方、本当に感謝しておりますってことで、ありがとうございますってことでね、8000人目指してね、また頑張ってやっていきましょうってことで、今回なんですが、まあサムネとタイトルを見てもらえればわかると思うんですけれども、おそらくですが、今月、もしくは来月になんですけれども、まあ、5000万ダウンロード記念が来るんではないのかということを予測しております。まあ、5000万ダウンロードって結構大きい規模だと思ってるんですよね。まあ、1000万とか2000万、3000万、4000万とは違って、5000万。5000万って結構大きいと思うんですよ。まあ、何が大きいかっていうと、やっぱダウンロード数5000万人って結構すごくないですか？まあ、5000万、まあ、累計の5000万となると思うんですけども、おそらく、皆さんが待っている超フェスが復刻するのではないのかなと思っております。まあ超フェスっていうのが今いっぱいいると思うんですけども、まあロジャー、シャンクス、赤犬、黒ひげ、マム、おでんとなっております。まあどれが復刻するかわからないですが、まあこの中の人気キャラがピックアップされるのではないのかなと予想しております。ということで、皆さんどの超フェスが欲しいですかね。まあ、そろそろね、3周年経つと思うんですけども、3周年来る前に大体超フェスって来ると思うんですけども、まあ、大体このペースで来ると考えれば、一番熱いのはロジャー、赤いのとか、おでんが熱いのではないのかなと俺は思っております。前回シャンクスとか来てなかったような気がするんですけど、シャンクスもしかしたらワンチャンあったりもするのかなと予想もしてたりもします。で、あとはね、ダイヤとかかけらとかがめちゃめちゃもらえるんではないのかなと思ってたりもするので、まあ、5000万ダウンロードっていうのはかなり熱いイベントだと思うんですよね。まあ、超フェス来ても、俺は引かないです。もう100なんでね。まあ、皆さんやっぱりおでん欲しい方だったり、赤犬が欲しい方ってかなり多いと思うんですよね。まあ、おでんってゲッターでも優秀っていうのは散々みんな分かってると思います。赤犬も優秀なの分かってると思います。まあ、ですが、まあ、3周年っていうのはあと2、3ヶ月後に来てしまうので、まあ、それを引くべきなのか、まあ、引かないべきなのかっていうことになると思うんですけども、まあ、俺の意見としてはですが、まあ、3周年がやっぱり、そのキャラが強くなるっていうのは分かっているので、まあ、3周年に来るまで待つのが一番無難だと思うんですよね。やっぱり欲しくて我慢ができないってことであればですが、まあ、引いてもいいのではないのかなと思っております。まあ、今回はね、超フェスが復刻するかどうかは分からないですけれども、まあ、おそらく復刻するのではないのかなと思ってるんですが、皆さんはどう思いますかっていうことで、今回はね、超フェス復刻っていうことで、どれか使っていきたいなと思います。では、1戦目っていうことで、おでんっていうことでやっていきましょう。まあ、おでんはね、まあ一番人気のと言っても過言ではないっていうことで、もうゲッターナンバーワンでもあり、ランキングで言うと2位と1位を争うぐらいの強さを誇っておりますということで、まあ3周年来てもずっとね、強いことを期待をしたいなというキャラとなっておりますね。まあ皆さんどうですかね、復刻が来たら引きますか？まあやっぱね、ゲッターはね、今後ね、役に立つんで、まあ引いても私はいいと思ってるんですけれども、まあ私はね、3周年が近いと思うんで、まあ個人の意見としては引かない方が一番いいのかなとは思っております。で、ここ一旦無敵ー !OK! で、ここちょっとね、フランキー先輩ちょっと嫌なんで、ドーンと OK! まあ回避したところを欠かさずね、当てていくと。で、裏誰だ？シャンクスか。ちょっと待って、シャンクス怖えな。ちょっと一旦避難しようか。まあ一旦避難して、まあ多分カウンター来そうね。あ、カウンターやっぱ来るよね。で、回避成功して、ここで OK!で、どうしようか。まあもう、あ、無敵なー。ちょっと遅すぎたなー。まあ、ここは一旦抜いて、もう相手はね、攻撃できないんで、もう旗の中に入っちゃえば勝ちだと。ありがとうございます。まあ、ここはでかい。で、わ、犬神グレン当たっちゃうよね、それ。もうこれ多分やばいんじゃね？ちょっと、犬神グレンで終わったんじゃない？やべえ、HP！ 俺の HP！ うわー、今日は肉がさ、落ちてこねえじゃん。どこにあんだよ、肉のセンサー。じゃあこれたまにさ、肉のセンサーが働かない時あるから、ほんとやめてほしいんだよな。やっぱ肉のセンサーナンバーワンとしてね、やっぱ肉はね、欠かせないんでね、ほんと。まあ、皆さんどうですか、肉って確率どんな感じですか？あれほんと、肉の周りがね、降ってくる確率がめちゃめちゃ高いんですよ。なのでほんと肉ナンバーワンと思ってるんですよね。やっぱね、やられても肉が降りてくる。もうそれでね、全然ね、タイマンも逆転できちゃうよと。
で、ここはカムサリでボーンと当てていくと。まあ、ロジャーもね、強いんでね、今は自分のランキングで言うと、まあ5位以内には絶対入ってくるランキングだと思っております。やっぱドフィーが来た、今なんですけど、ドフィーが3位とかに来たりもするんで、まあ、ロジャーはね、ランキング少し順位下がっちゃうのかなと思います。で、ここ回避成功して、ドン、ドン。あ、これ吹っ飛ばし最悪。まあ、一番嫌なパターン。これはやめてほしい。もう裏にポーンって吹っ飛ばされるの、本当に嫌い。あ、ちょっと、中う中う邪魔中う中ううん内の中う邪魔なんだけど。ちょっと消せなかった。ちょっと、まあ、ちょっと、ラグ。まあ、ちょっと待って。慌てんな。ここはかむさりで、かまさず、オッケー。あ、ちょっとね、旗のゲージがちょっとやばいな。もうここ貯めておきましょうか。まあ、貯めて勝ちたいところ。まあ、貯めて。赤犬がいるね。赤犬はちょっときついな、というところもある。ここ回避成功させて、ドンドン。あー、ちょっと、ダウン入ったな。ちょ、逃げよう。いやー、逃げきれんかった。まさかの逃げきれんかったのか。悔しいな。ここはちょっと、お、ナイス。めっちゃ向かった、素晴らしい。で、ここ残り数秒。ちょっと、最後ね、あそこの奥を守ったらもう守りきれそうだね。危ね。で、ここで最後は無敵で多分意味ないんですけれども、ありがとうございます。強っ。では、2戦目っていうことで、赤犬様でやっていきたいなと思います。まあ、赤犬の強いところは皆さんもご存知の通りね、もうね、猛火状態に、ね、なっちゃえばもう強いよと、まあ一番の危険っていうのは、まあ、ドフィーとなると思うんで、まあ、ドフィーは本当に危険なんで、ドフィーはね、なるべく避けたいなっていう感じかなと思います。まあ、相手にマムちゃんがいるんで、まあ、ここはマムちゃんを始末したいなっていう感じですかね。まあ、マムちゃんは倒したいなって感じ。危ない人が回避成功させて、ここで、猛火つけちゃいましょう。あれ、猛火つけたけれども、ドフィーのなんか技が当たってるせいで、ちょっと、猛火が消えてしまっていますね。ちょっと、ここ、あれに任せておくれ。私に任せてください。私に任せてもらえれば大丈夫です。安心してください。ちゃんと倒してみせます。オッケー。ありがとう。まあ、ここ一旦抜きましょうか。まあ、ここ抜いた後 C 抜いてくれると結構ありがたいんですけど、裏が抜かれているので、まあ、結構きつい場面ではあるな。まあ、ここちょっとね、助けに行ってあげましょう。これ、ボーンと、あとちょっとなんで、あと味方に任せちゃいましょう。まあ、味方多分倒してくれると思うんで、まあ、大丈夫でしょう。で、ここでドン、ドン、ドンと。で、ちょっと後ろやばくないか？肌取られてるよ。肌取られてるよ。あ、取られちゃった。もう、お、雪！ナイス、雪。雪強いなぁ。で、ここはちょっとね、フォロー入れてあげたいんだけど、あー、直す。めちゃめちゃ素晴らしい。おー、ちょっと待って。怖いから。マジで怖いから。なぁ、あそこにいるレイリー先輩？レイリー先輩だね。まあ、レイリー先輩は一旦遠いからほっといて、まあ、とりあえず、まあ、ロジャー対戦しようか。まあ、ロジャーを倒しておきましょう。まあ、ロジャー、ドーン、ドーンと、ここで、スキルね。あ、無敵じゃねえや。スキルで、ドーンと。まあ、このコンボマジで強いからね。で、ここ一旦無敵。オッケー！素晴らしい！で、マムちゃん来たね。で、ここでもう一回ちょっとつければ、もうね、ダメージ大入るんで、オッケー。もうついたんで、もう 90% カットしちゃえば、もうこっちのもんと、ここでドーンと強すぎ！マジで強い。ね、今思ったんだけど、あのビッグマムが、仮にだよ。もう、状態以上無効とかになってしまった場合って、ほんと、マジで全く効かない最強ディフェンダーになると思うな。俺だけ？マジで何にも効かないで、本当に最強だと思うんだよな。で、ここ一旦スキル打ちましょう。いや、マジであれは本当強いと思うんだよな。状態時もこうつければね。で、ここちょっと、俺は倒したいな。ナメちゃん倒したいんだけどな。ちょっと後ろのとりあえず、あ、うまいな、回避。うまい。マジでうまい。で、ここドン、いや、うまい。マジでうまい。2回連続決めてくるのはうまい。で、ここ、オッケー、でかい。ここでスキルが入るのはマジででかい。で、残り数秒ということで、まあ、ここを守れば勝ちなんですけれども、あっちの奥がちょっと取られてるんで、まあ、ちょっと奥助けに行きましょうか。もうあっちの奥は多分大丈夫だと思うんで、取られてもいいでしょう。まあ、ここら辺守れば勝ちだと思うんで、最後はここ無敵撃って、ロジャーいるな、ロジャー。ロジャーにちょっとスキルをポーンとぶっ破して、勝ちと。ありがとうございます。はーい、ということで今回ね、赤犬とかね、ロジャーおでん使ってきたんですけども、まあ、復刻間近なのではないのかなと思ったりもするんで、まあ、ぜひね、皆さんも来たら引くか引かないかは悩むかと思うんですけども、私の意見としては3周年に引いた方がいいかなと思っております。
皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価コメントお待ちしております。またな。